ピーカーとなぎです。前回の話まではお風呂に入って、それでパジャマに着替えるところでりっくんがまだ帰ってきないってところでした。そして続きはどうなるのでしょう。行ってみよう。ってな、はあ、声着替えるの大変。私も汗かくから着替えしたまま持って行ってないけど、なんで先生から怒られないんだろう。その理由は授業だ。授業が遊びばっかりだったからである。ああ、今日はこれにしよう。今日もドレスがパジャマだ。おやすみ。リカちゃんったらまたこれ外していないわ。このピンを外してないわ。外しとかなくちゃ。もう。もうよいしょ。よいしょ。りっくん迎えに行きましょう。りっくん、あんた何やってんの。ごめんな、ママ。ごめんじゃないのよ。はい、はい、くん、お風呂入ってみなさい。はい。やぶ、リックはすごく寝るとかが遅い理由が分かりました。